私は迷っていた。どうしていいかわからなかった。そこには二つの門があり、迷ってた。そんな時を過ごして、あんな時を過ごして、こんな時を過ごして、そしてその後に区切る段落。優秀なロゼ、私は気づいていた。それらは全て間違いだと。そこには外道のものがあり、邪魔してた。野暮な時を過ごして、夢の時を過ごして、ポイントを見過ごして、そしてその後に至る文脈。訳したロジック、とんでもない。しかしそれを否定はしない。君がそういう、そう言うのなら、君がそう。